プリズンブレイク、プリズンブレイク、プリズンブレイクはアメリカのホックス制作で世界各国で放映されているサスペンスドラマ、海外ドラマである。アメリカでの本放送は2005年8月29日に開始し、以降シーズン4まで放送。2009年5月24日放送のファイナルブレイクで完結したが、2017年に9話構成の新シリーズを放送。 最初にフォックステレビで企画に上がったのは2003年。大脱走、パピオン、ショーシャンクの空にのような脱獄ものをドラマでやりたいと希望したが、フォックステレビがこの長期化しそうなシリーズに不安感じ、棚上げとなった。その後、10話程度の短い期間のシリーズドラマとして、スティーブン・スピルバーグやブルース・ウィリス等が興味を示したが、実現されなかった。2004年に24、 24- やロストのようなテレビドラマシリーズが大好評を得たことで、FOX ネットワークは方向転換し、制作に入った。FOX はアメリカ国内で大規模なキャンペーンを展開し、初回プレミア放送で1-05000の視聴者を獲得した。初日は第1話と第2話連続で放映し、その週のニール戦調査ではアメリカにおいて7番の 視聴率だった。毎週平均1、000, 000, 0-0-0人の視聴者を集めていて、2005年秋のアメリカ新番組をリードした。夏季月曜枠ドラマでは、メルローズプレイスや、アリー・マイ・ラブ等の人気作品以来ヒット作品で、1998年9月以来の成功作となった。また、日本では24、24、24- や、ロストと並び、 三大海外ドラマの一つと言われる。当初は13のエピソードのみ計画されたが、その人気により9つのエピソードが追加された。アメリカでは、最初の13のエピソードは2005年8月から同年11月まで放映し、残り9つは2006年3月から同年5月まで放映された。物語はさらに続き、シーズン7まで制作される予定だった。しかし、 若者のテレビ離れが加速したことと、脚本の無理な引き伸ばしをしたことによって、視聴者数はシーズン1から減り続けており、2007年から2008年、全米脚本家組合いストライキ以降のシーズン4の平均視聴者数は500万人とシーズン1、1210万人の半分以下を記録。2009年1月13日、FOX はシーズン4での打ち切りを発表した。 他のドラマは現実と同じ年数で経過することが多いが本作では第1シーズン1話目から第4シーズン終盤の事件解決までは数ヶ月以内の出来事に収まっている設定。シーズン1の撮影はイリノイ州のジョリエット刑務所でのロケがメインで行われている。オーストラリアでは民放テレビ局であるセブンネットワークでも 大きな宣伝活動を背景に2006年2月1日に放映された209万人の視聴者をピークに平均194万人視聴者を獲得している。日本では2006年5月11日より発売、レンタルが開始され、同年10月より日本テレビ系列24局、放送時間は各局別で放送開始となった。 2011年から翌年にかけては、アメリカでスピンオフのブレイクアウトキングが放送された。副大統領の弟を射殺した容疑で逮捕され、死刑判決を受けたリンカーン・バローズ。主人公、マイケル・スコフィールドは、兄リンカーンの無実を信じ、警執行から救い出すために綿密な計画を備え、自身の体に刑務所の設計図を模したタトゥーを入れる。 銀行強盗を犯し、目黒見通り実刑が確定したマイケルは、リンカーンが収容され、また自身が、改修工事の際に携わった重刑備の、フォックスリバー刑務所への収監を希望。兄弟での脱獄を企てる。フォックスリバー刑務所から8人の囚人が脱獄した。フォックスリバー8と呼ばれる彼らはそれぞれ愛する者のため、また己の欲のため、逃亡を続ける。 その一方では FBI が動き出していた。アレクサンダー魔法王捜査官はその天才的な頭脳を駆使し着実に逃亡者たちを追い詰めていく。さらに彼の裏でマイケルら兄弟を始末すべく組織が暗躍する。パナマのソナ刑務所に収監されたマイケル。そこには一年前の暴動以来監修が存在しておらず、軍がその周囲を包囲しているだけの荒廃した刑務所だった。 極悪人のはびこるその刑務所から生きて出られた者は誰一人とって存在していない。入ったら最後、生きて出ることは不可能と言われていた。収監されたマイケルはカンパニーにジェームズ・ウィスラーなる囚人を連れて脱獄するよう命令を受ける。期間は一週間。それまでに脱獄しなければ人質のみとされた LJ と皿を殺すと脅されてしまう。 物語の前半では、ホームランドセキュリティのエージェント、ドンセルフの指示のもと、マイケルらは、カンパニーから、スキュラと呼ばれる、データカードを奪うため、カンパニー幹部メンバーが持つデータカードを一つずつ、盗んでいく。スキュラの獲得成功後、ドンセルフが、スキュラを売るために、マイケルたちを利用していたことが判明。スキュラを失ったカンパニーは、脳の病気を患っていたマイケルを治療する代わりに、 リンカーンたちにスキュラの奪還を命じた。スキュラをめぐる争いには、以前カンパニーのメンバーだったマイケルたちの母親がカンパニーの敵として登場。争いの中、スキュラは再生可能なエネルギー技術のデータであることがわかる。最後にマイケルたちはスキュラの奪還に成功し、カンパニーや母親には出すことなく、全員無罪方面となることとなる。4年後、 死去したマイケルの墓を仲間たちが訪れたところで物語は幕を閉じる。ファイナルシーズンのラストシーンでの空白の4年間を描く。スキュラ奪還計画が終了し自由を得たマイケルたち。そこでマイケルとサラが結婚式を挙げる。みんなで縁を楽しんでいる。最中、突然警察によってサラがクリスティーナを殺害した容疑で拘束されてしまう。 女子刑務所内で、サラが命を狙われていると知ったマイケルは、命がけでサラを救出すための最後の脱獄計画を、ネルが、マイケルも、また病魔に侵されていた。物語は、ファイナルブレイクのラストシーンで、マイケルが亡くなった七年後から始まる。ある日、フォックスリバー刑務所から、ティーバックが出所する。その際、監視から手渡された封筒には、 マイケルの写真が入れられていた。リンカーンは、ティーバックから写真を入手し、シーノートの協力を得て、マイケルがイエメンのオギュギア刑務所に収監されていることを知る。一方、ティーバックは謎の人物オーティスから電子機種の手術を受ける。リンカーンは事実を確かめるため、シーノートと共にイエメンに向かう。そこは過激派組織によるテロが頻発する内戦で、 崩壊寸前の国だった。中東を舞台に新たな脱獄が始まる。アメリカではシーズン1第7話終了後の2005年10月11日に特別編ビハインドザウォールズを放映した。内容はプリズンブレイク第7話までのストーリーの要約や特別のエピソード、主な出演者による解説であった。ベントワース・ミラー及びドミニク・パーセルは 彼らの役であるマイケル・スコフィールドとリンカー・アンバローズの関係やマイケルの計画に不可欠なタトゥーについて語った。ロバート・ネッパー、ピーター・ストーメア及びウェイド・ウィリアムズはそれぞれティーバック、アブルッチ及びベリックの悪党としての役割。アマウリー・ノラスコ、ステーシー・キーチ及びミューズ・ワトソンは良き仲間としての役割。ロビン・タニー及びサラ・ウェイン・キャリーズは ベロニカ・ドノバンを及びサラタ・クレディとしての役割。マーシャル・オールマンは、LJ 及び家族の愛を語った。各キャストは、実際に存在する刑務所で撮影する重要性を強調し、将来のエピソード上の予測を語った。これもアメリカでの話であるが、シーズン2第13話終了後の2007年1月8日に、特別編 The Road to Freedom を放映した。 内容は、シーズン2の第1話から第13話までのストーリーの、ようやくや、特別のエピソードである。今回も、主な出演者のインタビューがあり、シーズン2で、初登場の魔法役であるウィリアム・フィクーや、人気急上昇のヘイワイヤー役である、サイラス・ウィアー・ミッチェルも登場している。アメリカでは、シーズン3第2話の放送前日、2007年9月23日に、 特別編アクセスオールアリアスを放映した。プリズンブレイクのシーズン1のほとんどはジョリエット刑務所の中で撮影された。外部の場面はイリノイ州のジョリエット、ウッドストック及びシカゴ近郊地域で撮影された。他ではシカゴオヘア国際空港、カナダのオンタリオ州、トロント等があった。シーズン2の撮影は2006年6月15日にテキサス州、 ダラスで再会した。いずれも小島由紀子役。本編と比較すると時系列や脇役の名前などが異なっていることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。